Momoi さん。知り合い？どちら様？なんて言えばいいのかな。鉄くんの彼女です。決勝リーグまで待てなくて来ちゃいました。鉄くん。Kuroko哲也くん。お前、彼女いたの？違います。中学時代のマネージャーだった人です。抵抗の。決勝リーグって次の対戦校なの？鉄くん、久しぶり。会いたかった。苦しいです、桃井さん。何が何だか分かんねえけど、羨ましすぎる Kuroko。いいな、Kuroko、死ねばいいのに。いやいや、なんで Kuroko？ 冴えねえし、薄いし、パッとしねえし。そこがいいんですよ。でも試合になると別人みたく凛々しくなるとことかグッときません？あと、アイスくれたんです。はぁ、さ、新しい味ってなんかいいな、ああいうみんなでアイス食べるとか。僕もういらないんで、これあげます。あげますって、ゴミくれるってどういうこと？てか、ひどくない？